本のわけポッドキャスト。どうも皆様こんにちは。しりっぽの揚げポッドキャストの時間がやってまいりました。レイレイシャマルコでございます。広瀬和夫プロデュース、こしらまるこ、もっとしりっぽの揚げスピンオフの落語会の宣伝のために、やっております。こしらまるこって言っちゃったから、こしらまるこ、他1名ですね他1名あるいは2名、ね、2名の、まあ、落語会の宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、はい、まずは私がレイレイシャマルコ、そして立川こしらの代わり立川かしめです。そしてスペシャルゲストは、はい、竜亭しがなきです。はい、我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごちゃごちゃしてます。ぐちゃぐちゃです。こしらの代わりって言わなくてもよかった。代わりです。よろしくお願いします。弟子のかしめです。よろしくお願いします。いや、今度こしらさんの代わりにかしめくんがね、レギュラーになるってことで。そんな重大発表、こんな軽く。そうなんですか。満吉さんの代わりにしがなきくんが。そんな、大発表ですよ。荷が重い。共に荷が重いですけれども。まあ、ことになるといいですね。無茶ぶり。はい、よろしいですか。なるといいやな。じゃあ、マルコさんの代わりに。なりませんか。ミーマ。いいですね。あいつ忙しいから来れないと思う。ミーマ、売れっ子なんね。売れっ子ですよ、ね。そんな忙しいんですか。めちゃめちゃ売れてますよ。そんな忙しいんですか、もう今。今日も声かけたら仕事があるんです。うわそうだね。なんか、満吉さん並みに忙しいね。満吉さん。あ、それぐらいかもしれないですね。二つ目成り立てでね。すごい。すごいな。僕とかも2つ目成り立ての時ってまさにコロナ真っ只中だったんで、忙しいもクソももう何にもない状態 で、 あ、そうですね、コロナ明けたら忙しいんですか。やっぱりコロナ明けて全然忙しくないですよ。関係ない、関係ない、たまってなかった、おかしいなっていう、あれも来るはずなんだなと。かしめ君と石原さんはね、はい、同じ何かグループやってるでしょ、ありがとうございます。はい、チョチョラ組というのをやらせていただいております。誰と誰がいるんですか。あとは、落語協会から立花屋文具兄さん、はい、で、5代目円楽一門会から三遊亭ポンターニさん。なんでちょっと口ごもる名前を出せない。一瞬パッと出てこないですね。ポンターニさんと、はい、あと志賀圭さんと私の4人でやってます。どういうつながりなんですか。それが、まあ、とある落語会の前座の会みたいなのがあって、そのとあるっていうのはなんか はばかられる。はばかられるわけでもないんですけど、ちょっと今そこはもう離脱して今独立した状態になってるので、あんまりいいですかね、うん、じゃあ生楽さんでやっている、言わない方がややこしい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 、それ言われると喧嘩分かるとかじゃないんですよ。全然そんなことないんですけれども、そう、今円満大社円満脱退、はい、全然今の代ね、これもありますからあれなんですけども、 そこでその前座の頃に4人がちょっと集められて、で一回やったらもうすごく仲良しになって、じゃあこのまま4人でやってみようか。仲良しなんですか。仲良しです。仲良し、本当に、はいはい、本当に本当に一緒にキャンプ、仲がいいだけです。そう、逆に言えば仲がいい。しがらきさんのいいところってどこですか。しがらきあいのいいところはやっぱり異常に細かいところじゃないですか。いいところあとやっぱり自分の意見を絶対曲げないっていうところ、その解き伏せようとしてくれるところ、扉を閉めない人を許さないとか、僕めちゃくちゃ怒られる僕もずっと怒られてるんで、多分いっぱい残念からすると思うんですけど、だ僕はもうまあやっぱりその引っかかりますね、センサーに。しがらきあいさんのセンサーに大体僕が多分しがらきさんに怒られてる。仲良くないんだよ。仲良いです。なんか言い合える仲っていう。じゃあ、はい、かしめくんのいいとこありますか。これだからなんかチームでなんかやっときの事務仕事いろいろやってくるんだ。飯使いね。なんか配信のこととか、なんか僕は分かんない難しいことやってくれるんで助かります。そこはやっぱりこしらさんに仕込まれた。まあそこら辺はそうですね、やっぱりうちの師匠に現場の仕事は進んでやれっていう。こしらイズムは現場の仕事、やっぱりいつまで出演者様のつもりでいるんだっていうのをずっと言われてますから。あれさ、なんだっけ、ご当地落語やった時も、はいはい、なんかみんなが打ち上げやってる時に小志賀さんは事務仕事やってたり、はい、そうです、うちの師匠はずっとっで、あの時まさに僕がちょっと休業とかでごたごたしてる時やったんで、はい、本来僕と二分してやるつもりだったやつをうちの師匠が全部一人でやったっていうので大変だったっていうのは言ってましたね。休業したの。あ、休業が一回ありましてですね、でちょっと寝坊が重なりまして、それ寝坊が謹慎みたいなもんですね。もう多分まあこれやったらもう悪化するだろうってことで、一応その休むか、毎朝8時にハチ公前に写真撮るかっていう二択を、ポッドキャストでも話してますよね。ありましたね、はい、あの時ね、あの時です、あの時です。あそこら辺がちょうどご当地落語とかの時期だったんで。なるほど。
ね、皆さんもねご当地落語参加されてますけど、あれがかしめちゃんがいなくなったっていうんでちょっと枠があるぞってことで枠が空いて、なんか若手でっていうんで入れてもらったの、たまたま。そう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 、はい、そういうことだったの。僕枠が一気ポンって空いちゃったんで、あと一人いける人みたいな感じで、もともと入ってなかったんですけど、はい、でもね、あそこに信楽さんいたからね、はい、僕も前にその芸協のね芝居で信楽さんの審査聞いて、はい、時計店見て、うん、ありがとうございます。あれが、はい、こんなバカバカしい話作る人いるんだすごいなと思って大絶賛ですね。もうすごかった。そしたらすごいなと思ってね、はい、旧ツイッターに書いたX でいいですよ。そうなくなったみたいになってます。旧ツイッターで、はい、X 現 X、 そしたらこのすぐそこでね、はい、出会って、ほう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 、なんか急になんかありがとうございますって言って、この嬉しいですよね。だってね、めちゃくちゃ嬉しかったです。そうですよ、それは嬉しかったです。でもちょっと立ってたんで、はい、何のことだったか褒めてるわけですから、こっちは覚えてますからね。そうですよね、言われた側はやっぱり我々としては、ね、新興ミュージックのあるね、その神田小川町の界隈って、はい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 、連着亭も近かったりするから、まあそうですね、はい、若手は結構いるゾーンになる、突然出会ったりするんだよね。かなで、なんか向こうはすぐ僕のこと分かるから、はい、立って挨拶されるんだけど、はい、えっていやもう本当に結構合いますし、あと目立つんですよ。そうなんですよ非常に目立つから、ね、バルコ師匠とかあれですけど、客席たらすぐにやっぱり、いや分かります、うちの師匠とかもすぐやっぱりロン毛で赤い髪の人すぐ分かりますよ。分かりますよね。なんか落語協会で僕はこういう仕事する前からなんか分かってたらしいね結構ね、目立ちますから、ね、やっぱ全員認知しますし、やっぱ若手やっぱその広瀬さんに褒められたりとか何かこうコメントいただくことはやっぱりすごくなんですか、エネルギーがあるというか、それを元にすぐ頑張れるんで、そうすると広瀬さん覚えたりします。僕に一個コメントいただいたのって覚えてますか、メール送っていただいて。え、何の時、あれ時そばの時、そうなんです、個人的に、個人的にすごい面白かったんです。そうなんですよ、めちゃくちゃ褒めていただいて嬉しいね。だから時そばね、はい、もう本当になんかこしらの弟子だなって時そばなのにそばを食べないって、ね、そうですね、あらすじ話して丸子師匠からもうそれは時そばではないと言わしめたNHK の新人落語大賞予選落ちしたのは時そばをやったからだと、はい、私は断じてしまいましたから、ね、中身を聞いてなかったそうだ、だから、ね、予選で落ちたのはなぜかっていうのをこしらもね、はい、こしらもだからそのネタ知らないで、そうですね、時そばやったって言ったら時そばなんかやるからいけないんだと丸子師匠にお叱りを受けて、そんな、つまりね、マルコ理論だとね、はい、審査員の人たちは、はい、落語をいっぱい聞き飽きてるから、はい、時そばみたいに変えようのない話をね、うん、やっても、うん、下げも変えようがないしと言って、うん、だからそういうのやっても仕方ない、面白みがないんだっていうのをご意見いただいて、でこしらが そのまんまね、はい、なんかそうそうとか言ってバカ野郎っつって、うちの人は知らないですけどバカ野郎っつって、でもこの間ね、こしらさんにね、はい、で時そば聞いたことないでしょかしめよって、知ってますよとか言って、いやどっちか分かんないんですよ本当にどっちか分かんない、嘘つきだからねでそばも食べないし、ね、酒も変えてる、酒も変えてる、もうぐちゃぐちゃというか、まあ、一切すすらない時そば、うん、だったら時そばっていうタイトルにしたのがダメだ、ダメだったっていうそれ違うだろうってなっちゃったっていう、だから、はい、だからそのこしらさんのカサゴみたいなね、そうですね、カサさしてゴを打つ、はい、カサも出てこない、出てこない、将棋の時、ないという将棋の時ありますからそう、そういうね、でもあれやっぱ面白いよね。いや、そう、褒めていただいたのめちゃくちゃ嬉しかったですし、まあ、その嬉しい体験に付随して覚えてらっしゃらないかもしれないですけど、講座で眼鏡をかけてた方がいいんじゃないかっていうコメントいただいて、そうそう、僕今まで落語やるときは絶対眼鏡取ってたんですけれども、うんうんうん、ヒロさんに言われて、で確かにその時メガネ、偶然なんかメガネをしてなんか流れがあってメガネをして落語やったんですよ、うん、そしたらめちゃくちゃ時そばを受けたんで、うん、結局メガネがいいんじゃないかたまたまじゃないよそんなにほらアーティスト写真ってかなんていうの、 あれなんていうの、落語家の場合なんていうの、潜在じゃないですか、はい、まあ、アーティスト写真をね撮るにあたって、はい、メガネをするかしないかって話を、そうです、なんかちょっとなんか一瞬前の人巻いたんでちょっと余計に話すメガネどっちがいいですかみたいな、ちょっとやったんですよ、だからもうメガネしてた方がいいんじゃないと、はい、だからなんで今までそのかしめ君の講座を見ててね、はい、なんか違和感がすごいあった、はい、ね、それだから例えば信楽さんは、はい、普段こうやってメガネしてても、うん、講座でしてなくても全然違和感ない、ね、違和感ないですね、講座外します、講座絶対外しますもんね、はいはい、全然違和感ない、はい、だけどかしめ君は、はい、メガネしてるのに慣れてるけど講座を見た時に、はい、なんか違和感があった、ね、なんか違う人みたいになるんですかね、うん、なんでなんでしょうね目つきが悪い確かにちょっと
まあ、あの僕遠視っていう目なんで、うん、その眼鏡した方が目大きくなるんですよ、うん、だクリッとするみたいで、だから目つき悪い、目つき確かに今眼鏡外したら急に悪人顔になった。そんななります？怖い怖い怖い、いやいやいや待ってください、これが元々ですから。いやいやいや、あの眼鏡してると、うん、本当すごいあのいい子なの。可愛い感じ、ね、うん、そうそう、すごい何でもやってくれそうな人なんだけど、眼鏡外したことに なんか物を頼みたくない、この人に。でね、あの今思ったんだけど、めちゃくちゃ言われてる、4歳から眼鏡外したら、もみあげが結構こう濃くて長いじゃん、まあ、強いですね、蛍光色ですか。それね、眼鏡してる時は何にも気にならないんだけど、眼鏡取るとね、うわ、なんか中と一緒に。いや、これが素なんですよ。これが僕です。だって今、広瀬さんにいろいろ言われてる時に、あの睨みつけるような目線。そんなことないですよ。あ、だからメガネかけてるとそうは見えないという。ほら、隠れる隠れる。いい子。柔らかくなる。柔らかい。すごいね。柔らかい。メガネのこの反射とかでちょっと隠れるの。目見たくないですよ。じゃあグラサンとかなんですよ、そこまで行ったら。グラサンしたらそれ怪しい。まあ怪しいですから、意味わかんないですから。だからさ、ほら、あのメガネしたまま落語をやってる人ったっているじゃない。はい、まあまあそうですね。あの演奏師匠、まあ、亡くなった演奏師匠とか、はいはいはい、今翔太さんとかでやってるじゃないですか。演奏師匠もメガネ外すとすごい目つき悪かったですよ。あ、そうなの？怖かったですよ。なんでその顔、含みのある顔してる。いや、本当怖い目なんですよ。メガネ外した途端に、ね、このおじさん怖いってなるんですよ。なんでなんでしょうね。言われたのかもしれない、若い頃だからね。もしかしたらそうかもしれないですね。そっちの方がいいよって言われたのかも。なんで僕、師匠さんに言われてからもうずっとメガネ。かけてやるようにしたんですけど、まあ、結構僕ポップなメガネをかけてたことが多くて、なんかそのピンクのやつとかかけてたんで、なんかそれかけた状態で死神とかやってたんですけど、お客さんからのちょっとノイズがすごいと。その感情がちょっとぐちゃぐちゃになるからやめてほしいみたいな。ピンクのはね、どうなんですかね。そうなんです。今みたいなのがいい。そうです。なんでラップやるとき外したんですけど、でもそうするとなんかその落語や、その死神とかそういうグッとしてやるときだけ外すの、あ、今日はなんかしっかりしたのやるんですかみたいな、炎上しようみたいにいいじゃん、みたいになっちゃうかなと思って、今折衷案としての透明だったら、そのお客さんが見やすいんじゃないかっていうことで、今そのスケルトンモードで、透明の眼鏡、今透明に落ち着いて、縦替わり内であのカシメどうしたんだって今ちょっと、その透明はいいのか合ってるのかみたいなことでちょっとごちゃごちゃになってます。今すごいいいじゃん。今大丈夫ですか？あ、じゃあもうすごいいいよね、このままそうですね、正面から見るとね、反射もないしね。そうなんです。反射めっちゃ気にしてる。反射、でも確かにちょっと気になりますよ、やっぱあの正面当たったりすると。やっぱね、その伊達でこう抜いてかけてらっしゃる方とかも、役者さんとかだといらっしゃったりしたんで、これガチガチの本間もん眼鏡なんで、あってかどうか分からないです。それで一旦ちょっとこのスケルトン状態で、うん、前にスケルトン3本今もう常備してあるので。いや、なんかね、とてもいい感じですよ。いや、ありがとうございます。じゃだから、満喫さんとかあの枕の時メガネかけてて、あれかっこいいですよね。で、あの客が帰るのを見届けてから絶対帰るわけじゃないと思いますけどね。それ気にされてるイメージあります。最初から外せばいいのに。どうせ帰るんだから。いや、帰らないですけど、ね、ちゃんと見たい、帰るところを見たい、それは見たいんですよ ね。 ね、去年年末にね、はい、満喫さんの会があってね、はい、あのそれで、開演がね、早かったんで、はいはいはい、6時開演とかだから、はいはいはい、8時には終わると思ってたら、うん、なんか後半ね、あのトークがあって、はい、で前半分子モットーやって、でそれだけでもうすごい時間かかって、でもうすでにその僕8時にかあの終演すると思ってたから、はい、その後の予定を入れてたわけ、はいはいはい、8時半から、はい、そしたらもうトークが始まったのが8時10分ぐらいで、わ、もうちょっと難しそうですね、この時間。と思って、あーと思ってね、でどうしようかなと思って、で最前列の一番端にいたのね、はいはいはい、浜さんと2人、はいはい、まずいそ, そして、はい、でももうちょっとこれも出なきゃダメだなと、はい、でどうしようかなと思って、こそこそっと出るか、はい、でもなんかトークやってる最中ね、すいませんとかって言うのもあれなんで、まあそうです ね難しい、うん、普通のお客さんだったら黙って去ってほしいじゃない、まあまあそうですね、本来はそうです、ね、はい、入る人いるけどなんかね、ごめんなさいとか言って、います、ね、いるでしょ、今そう、そういうおばさん嫌でしょ、だからね、ちょっと目入っちゃいますし、ね、だからすごい恥だし、はい、こそこそと出たんだけど、はい、あっつって満喫さんが、どうも今年もありがとうございましたって言って、目立ちますから、やっぱ広瀬さんはね、え、なんかね、こと目立ちますから、動いてたら、だからね、だって読売ホールで、はい、一之輔さんがね、はい、あの独演会どっさり回るぜっていうの、はいはいはい、まあ千秋楽みたいな感じで東京公演やってて、僕ちょっと遅れたの、はい、でトークやってる立ちでオープニングトークやってて、はい、ダラダラとね、はい、
でその時に読売ホールだから広いでかいですね、でかいで、僕開けて後ろから入ってそーっと入ってやったら、あー広瀬和夫さんって早く席ついてください、あなた目立つんだから、ね、いやでもそれ実際そうですよ、みんな思ってますよ、あ広瀬さんだ広瀬さんだってみんななってますでかいところで言われるとちょっときついですね、ちっちゃいとこだったらまだまあしょうがないけど、どうしようもないですよね、どうしたって目立ちますからやっぱり、どうどやっぱ髪の毛の色ですかね、まあ色もそうですし、なんか色々あるんだ、まあ、でも色がでまずじゃないですか、あそうでも色とロン毛 と, ロン毛とあとまあ雰囲気と、ね、雰囲気と、はい、すいません服装とかやっぱおしゃれじゃないですか、あすいませんね、やっぱりその浮世離れしたこのオーラが出てるんですよ、何者かが来たぞっていう、いろいろセットで広瀬和夫、ね、そう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 です、なんかね、見まごうことないですね、たまにでも街で、あ広瀬先生だと思ったらお姉ちゃんの時あるからね、なんか赤い髪のお姉ちゃんの時あ全然違うみたいなどっちかというとそっちですねいや本当にね、だからその道歩いてたら向こうからこうやってね手振ってくる、満面の笑顔で手振ってくる人がいるから誰だろうなと思ったら寒空裸先生それぐらいの距離感で分かるんですよ、やっぱり、だからこの間も、うん、ちょっとやっぱり読売ホールで寄ってたかってっていうのがあってね、はいはいはい、まあ、あのマルコさんは出たことないと思うんですけど、出たことないです知りませんそんなの一之輔とかチクチク、生で初めて見た今の、ね、今のやつ、このやつ、ね、このやつ京太郎さんとかね、はい、市場会長とかね、はいはいはい、で出てて健康さんとか、はい、で最近満吉さんもよく出る、あややこしい、ね、でそれでこの間ね、あの初めて桂二葉が出た、ほうで、あの、まあ、前座の後の順番で出て、はい、でまあ、僕も見てたわけ、客席で、あの中入りになった時に、あのなんか私はあのなんか幅さんと雑談をしてたんですよ、はい、そしたら「あっ美桜ちゃんだ」って言うから「ええー」と思ってたら「こっち来るこっち来る」って言うから「えっ?」と思ったら美桜さんが僕のとこ来て、あの去年はあのプログラムに原稿書いていただいてありがとうございました、直接お礼を言おうと思って、ってよく客席にいるのに分かったなって後で幅さんに言ったら分かるでしょ、分かるでしょ分かるでしょですよ、それも目立ちますよ、どこ行っても分かる、分かりますよ、いやなんかびっくりしたなって、位置もねやっぱりなんとなくイメージありますし、場所のところも、ね、なんとここら辺にそう、はい、こっち側っていうなイメージありますから、前の端っこですからいつも、そうね、いやでも読売ほら寄ってたかってみたいな会って、はい、あのまあたまたまその席になるってことが多いから、まあ、一生懸命取るから回ると前の方だったり、はい、端だったりするんですけど、でもね、自由席の時確かにね、一番前の端なんで、信楽村の時みたいな、やっぱ村尾でもそうなんですね、やっぱり腰の集いでもそうですよね定位置がありますから、そうなの、なんか理由あるんですか、人がいると嫌なのね、そばに、あだから端だと、ね、隣は一人だけじゃん、まあそうですね、確実に両側はいない、両側はいない、で、あとだからやっぱり前の人が動いたりするのが嫌なのね、あだから最善がいいですね、最善がいいっていうのがあって、昔だからまだ2つ目のそれも割と早い段階の一之輔さんがなんかまだね、だから日暮里サニーホールで独演会やった頃、おーおー小さいね、サロンでサロンでやった頃に、で僕よく言ってたんだけど、あのその頃はまだ直接話とかしたことなかったのね、はい、まあすごい昔だから、じゃなんかの時にあの一之輔さんが僕がいない時の打ち上げかなんかで、あの広瀬さんって知ってますって言われたら、ああよく来てくれますねと、いつもこの辺にいますよって、ああいや分かりますよ、定位置ですしって言ってたって言われて、そうなんだ分かるんだ、分かりますよそれは、印象残りやすいですから、でもやっぱそっちの方がどう、広瀬さん的には目立ちたくないっていう思いはあったりするんですか目立ちたくないって言っても無駄だから変える気はないんですもんね、うん、髪型例えばちょっとそれこそ、うん、いわゆるそのゴブ狩りにするとか、ゴブ狩りに逆にびっくりする、何かする、何かめっちゃ笑って失礼失礼です、急にヒロさんが短髪になって、ゴブ狩りだけど赤いんですそれ桜木花道みたいな、だから立川篠原になっちゃう、篠原アリさんにもなっちゃうね、篠原君にだから髪赤くしたらっていうなったら僕なん、あそうなんですか、そうしたらっていうかね、あの篠原くんって、はい、ほらあのエール大学卒で、はい、でなんだっけ三菱商事だっけ、いやもうそうです、ね、もうその名門商社、ね、商社、はいはい、でなんかやっぱりその落語の話題にしてくれなくて、インタビューとかされると必ずその経歴の話ばかりされる、はい、うん確かに、で、まあね、すごすぎますっていう話をね、僕彼の独演会を
あの横浜の方でやった時に昔やってた会で、はい、館内寄せとかね、はい、その時に楽屋でその話されたから、あそう、いや僕東大だけど、はい、あの東大ですねって言われたことないよね、それは多分あの見た感じの問題とかあると思うんで、だからあそうか、えじゃあ僕髪の毛赤くしたらいいですかねって言われて、わいいんじゃないって言って、で本当にそれで、ね、赤くしたんですよ。だからすごい立川流にめっちゃ影響を与えてるじゃないですか。だ篠之助師匠があの講座の上でね、はい、あの篠原君脇に講座やった時ね、はい、まあでも髪を赤くするときは言ってほしかった。まあそう師匠としてはびっくりしますよね。あそこあとちょんまげもいますし、ね、ちょんまげいるからね。もう今やちょんまげがいるから立川篠之助一門ね。そうですよ、篠原ジャニーさんがちょんまげでずっと維持してますから。ていうかあれさ、はい、あのやめにくくない？途中どうするか。やめられないですよね。だってちょんまげしてるってことはこうなんか酒焼きとか。酒焼きやってもあそこ剃ってますから ね新年の時とか。それどうするんだろう。もうでも一生他も行く、ま、丸坊主するんじゃないですかね、やめるときは分かんないですけど、あ昔ちょんまげしてた人落語協会いたじゃん、先代の三助師匠じゃないですかね、はい、いらっしゃるんですね。ちょんまげにあのかぶるなんかあったんでしょ。いやあの、ね、私が入門した時はちょんまげやめてましたね。あそうなの、やめるんですね、はい、なんか、ね、ちょんまげの上にこうキャップみたいな被ってたらしい。ちょんまげ用のやつがあるそうそう、そんなものありますか、あるのかしか知らない、見たことないですよ。ちょんまげ用にこうやってポコッとキャップみたいにモヒカンみたいになるんですか。そう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 、してたらしい。でもそこ見せなきゃもう何のためにちょんまげしてるか分かんないですけどね。それも大ぴちゃんにしてほしい、恥ずかしいってことですかね。いやだってやめやめりゃいいじゃないですか。なんかそんな気持ちちょっとあるならなんでちょんまげにしてたんですか。サンスケキャラ作りじゃないですか。あやっぱり、はい、途中でやめたってことはもういいやじゃあやめどき難しい。そうそう、やめどき難しい。だからそう思った。だからもう明治維新が来たらやめるんだ。文明開化、文明開化ね。そう、もうとっくに来てました。絶対まだ来てないつもりなの。篠八もだね。そうそう、黒船が来たらやめない。やめどきない。そんなタイミングだったの。めちゃめちゃ長生き。だから あの一問では今度シノポンがなんかね新地になるらしいけど、はい、ああそうみたいですね。流れ的には髪型どうするんだろう。なんかそんな絶対変えなきゃいけないわけじゃないですか。そこの一問もう新内になったら変な手数少ないですよね。もうなんか 色もちょんまげも取られちゃって。ポンモネさんはね、もう普通ですから、まっすぐそのままの髪型でいてほしいなと思いますけど、ね、シノポンって本名、はい、広瀬って言うんだよね。ああ、そうですね、本名としては、名字としてはそのままですね。誰か、古春寺も広瀬。はい、えそうです、そうです、古春寺も広瀬。じゃあ、広瀬一門じゃないですか。広瀬一門、広瀬一門ではない。一門ではない、ね、でもなんかね、広瀬会できそうですけどね。なんかね、やっぱり広瀬っていう名前の人に聞くとね、まあそうです。あっちもあっちの難しい感じの方の広瀬、そうそう。だから古春寺さんもそうだし、そうです、難しい方です。あの談笑さんがね、はい、あの去年本出して、はい、令和版現代落語論って、うん、その担当の人が広瀬翼さんっていう女性 で僕と同じ広瀬なのね。おでよく聞いたら僕の広瀬って、はい、あのフォントがないやつなの。あつまり、広瀬の広の中の難しい字を書くときに、はい、僕はね中にねあの黄色の木っていう字を書くんですけど、普通はそこ黄色にならなくてもう一本線があるのね。はいはいはい、ね、黄色じゃないもう一本多いですね。でそれがあの僕そういう広なんですよって言ったら、あ私もですって言ったら、えっつって、でちなみに僕広瀬の背は普通にある広瀬の背じゃなくて、はい、右側って三髄にあのこう塚みたいな字が入って、はい、右側ってあのページになるでしょ。はい、ページですね。でじゃなくてその上が刀なの。その見たことない。刀の下に書いてある。はいはいはい。なんですよって言ったら、え私もですって言われたから。あ本当刀なんですか。そこ。その字は見たことなかったですね。そうだからなかなか大変なんだよね。そうです、レアですね。そこまで一緒かどうか俺ちょっと分かんないですね。だからワープロで出ないから。あ出ないんですね。うん、あのいわゆるそのなんか。細かくか、まあ、名前用の字だとなんかこう書いたら出てくるみたいなあるじゃないですか。それでもじゃあほとんど基本的に出てこないというか、入ってないですフォントの中に。よくなんかあのヤフーニュースとか、はい、ああいうので草薙はいはいはい、ね、はいね、はい、難しいやつ、ね、難しいやつ、ね、って草が漢字で薙がひらがな、ひらがなのパターンありますね。そうフォントがなんか弓編になんとかって、ね、あ結構付け加えたりなんかして、ね、はいなんかそれ見てるとね、なんかでも広瀬の広瀬ってのはあのそれに近いのがあるからいいなと思って。
まあ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 そうですね、うん、まあそれっぽくは見せられますからね、まあ、出せないわけで、ね、でもなんかうちの娘はなんか銀行で口座作るときになんかね、戸籍と違うって言われてたから、ああややこしいですね、ことになったらしい。そっか、出せないし、そうダメなんですか、字が違うってなっちゃうんですよね、微妙に違う、確かに確かに、僕もこの間生命保険の更新するのに、はい、一応字が違うんですけどっつってこれはご了承くださいって言われて、あまあ大丈夫です、すごいな、まあ、そこまでないですね。健康保険保険証はね、ちゃんと作ってくれて、はい、あ、それちゃんと字あるんですか、作ってくれてんの、向こうはね、なんかでじゃフォントあるんでしょ、いや、でもそれは作る、作字をするんじゃないですか、ね、ああ、作ってるんだ、そこまで環境依存文字になるじゃん、ややこしいですね、そうなると、僕も本名木村なんで、もう全然木村何の問題もめちゃくちゃ簡単です下も大丈夫、下はもう勇者の勇に貴族の木で、勇者の木もすごいやすごいやいいように言うね、散々そうやって説明してきたんだろ、まあ、これはあの広告代理店で先輩にこれ言うときむちゃくちゃ怒られましたボッコボコでした、もうずっと説教を受けました、その夜ずっと、ね、飲み会中それで説教を受けました、最終的にあの勇ましいに貴金属の木ですっていう表現になったんですけど、ああそっちの方がなんかあるか、ね、ただでもお客さんの前で勇ましいに貴金属の木です、え、貴金属の木貴族の木です結局勇ましい、あ、勇者の勇二度手間になりましたよね、結局ね、吉祥君の本名ってね、はい、あ、兄さんもヒトラーヒトラー、むずヒトラー、ダメです、ヒトラー伸ばさないヒトラー、まあ、ヒトラーで止まりです。なんか前にあのそのコシラ休業時代に、はい、あの何人もゲストを呼んでポッドキャストをやってた時に吉祥君来た時があって、その時にあのまだ、な見習いで名前がない時、はい、ダンシュンさんに挨拶した、はい、ダンシュンのところに入ったヒトラーですって言ったら、あなんだそれって言われた、まあ、なるでしょうねなんだそれって本名とは覚えないですもんね、名前を名乗ってなんだそれって言われたあって言われた、なりますよね、まあ、かなり多分珍しい名字、ヒトラー僕も結局兄さん以外会ったことないですかね、ヒトラーは会わないよね、会わないですね、まあ、西の方に結構いらっしゃるのかもしれないですけど、欧米だと多分名乗れないと思う、名乗れないですね、伏せなきゃいけないと多分ね確かにどうするんでしょう、でもなんとかヒトラーっていや言う書くでしょうね、でも書くでしょうけど、人言うこともあるんじゃないですか、入るいや入る、入るはダメ、入るじゃないですよ、入るはダメですよ、アドルフ、アドルフもダメですよ、なんでそれ寄せて親がちょっと寄せに行ってるじゃないですかヒトラーアドルフ、そっか、あそうだね、吉祥君子供できたらアドルフってぶち尖った外国行けない行けないですよ一発アウトですから、なんでわざわざ外出られなくするんですじゃああのナチスとか、ね、いやダメですよそれもなんで全部そっちに寄せていくのアウトです信楽さん本名なんていうんですか、田中龍蔵です、龍蔵です、おーかっこいい、龍蔵どういう字ですか、はい、法隆寺の龍に法隆寺の龍、漢数字の3です、あ龍蔵、龍蔵ね、三男、三男です、まあそうですよ、そうじゃなかったらわけわかんないですよね、長男で龍蔵でおかしいもんね、なんで三男だよ、ちょっと怖いですよねマルコさんの本名もね、はい、名字あんまり見ない、私は松友です、あ松友、なんで松友、知らないですよなんでわかんないですよ、なんか四国の方にちょっといる名前みたいですよ、そうなんですね、松竹梅の松に友達の友ですけどね、はいはい、もうこれも松友さんあるあるですけど、はい、もうあらゆるところで病院でも、はい、どこでもあの松本さんってあ, あ, あの、まあ、字で松友って書いてあるのに、ね、あるのにそれを読みながら松本様って言われる、そうですね、あの脳と口があのうまくつながらないと松友って確かにあんまり口にしないですもんね、松友って読みながら松本っていうのかなあ松友ですよってでもうあの訂正しないときもあるんですよ、そうですね、はいはい松本ですっていうときもあるんですけど飲み込んじゃうときもある、ね、会員証を作るとき、はいはいはい、一回そのクリーニング店で会員証を作るときに、はい、松友です松竹梅ありますね友達の友ですって、はい、で会員証を作りますってこうあのレジでねこう、はい、ピッピッピッってひらがな押してるわけですよ、はい、店員さんが、はいはい、ねするとどう見ても松本って押してる、あだから指の動きがおかしいと、うん、あすいませんあの今ね松本って押されてたと思うんですけど怖いですよ、いやいや全然気にしてないんですけど手元まで見てる、ね、全然気にしてない松友なんで、あのこのクリーニングを受け取りに来た時に、うん、この会員証出しても多分、ま、ここには松友って書いてあって確かにややこしそうですね、で入力が松本だから、うん、あの出てこないと思うので、それはまずいですもんね、あの松友に直していただけますか、うん、って言ったらもう若い女性の方だったんですけど、あの
大変申し訳ございませんでした、すぐに訂正いたしますとか、はい、慌て出して、そうそうそう、あ、すみません、これ松友さんあるあるなんで、はい、あのよくあることは全然気にしてないです、はい、いや、あのお客様の名前を間違えるというのはあってはならないことですからとか言って、あ、分かりました、ありがとうございます、じゃあ直しておいてくださいねっつって、で帰るときに大変申し訳ございませんでした松本様って言われて、ちょっと待って、体が荒いの呪いみたいな、ね、様をつけ、いや、まあ、でもあのあれですよね、マルコさんも偉くなったら、はい、後輩芸人が部屋の身をセッティングしてくれたりするんですね、はい、何の話ですか、あ、多分、いやいや、あの松友さんの話です、松友さんの話です、松友あるあるって他にいるの松友いや、うちの、あるある、うちの家族に、まあ、ね、そうそう、ご家族は、そうですね、もうあらゆるところで松本さんって呼ばれて、で本名は私松友博士ですからね、博士ってどういう、博士は、うかんむりにカタカナで名む関口博士の博士に、はい、武士の士がついて二文字で関口博士の博なんで人の名前に依存するんですか、分かりやすいですよね、うん、あの視認性がありますからね、はい、そう、あの部屋飲みするっぽい名前ですけどね、なんでそこ広げるんですか一生収まったもん、すごい、広志もなんか、ね、まあまあそうですね、ちょっと近いね、ああ本当だ、部屋飲み、本当になんかモノマネ芸人みたいな感じですか、松本糸竹みたいな、このタイミングで松本さんのモノマネ芸人すごいですよ、松本博士です、今からスタートするの、今言った確かになんかモノマネ芸人みたいな、金髪にしなきゃいけないムキムキにしないとすごいムキムキにするの難しいよ、難しい、いいです、まあお笑い芸人、モノマネ芸人としてはちょうどいい感じになりそうですけどね、マネーか、それで今回ね、はい、あのカシメ君が来たのは、はい、まあ、コシラが不参加だけど、はい、あの信楽さんが来た理由を説明しつつ告知してくださいよそうですね、信楽さんほとんど喋ってないあの次回以降お願いします、ね、お願いします、はい、4月のですね20日はい、でございます、はい、内幸い町ホールで、もっと新日本のスピンオフの落語会がございまして、レギュラーの小白まる子に加えましてゲスト龍亭しがらき決定、はい、ありがとうございます、はい、本当に、新作やってくれるんですよね、はい、新作いきます、はい、期待します、そして、2つ目成り立ての霊霊者ミーマも加えまして、広瀬さんとのアフタートークもたっぷりというね、はい、お届けするという企画がございますので、ぜひ、チケットも発売しております、あのちょっと前のポッドゲストで、あの、はい、発売中って言ってて、はい、まだ発売してなくて本当すいません出てる詐欺、出てる詐欺、ちょっと前に発売になりまして、今は大丈夫ですね、カンフェティの方で、僕もびっくりした、ね、なんか明日発売なのでよろしくお願いしますって主催者から来て、はい、えっ発売してなかったんだ、発売してなかったんだ、すいませんでした、私のミスでございますまだ発売してなかったです、あの時は、はい、今は買いますから、はい、今買います、ということでね、あとちょっと私個人的な告知なんですけども、2月の上席ね、はい、新宿末広亭で、夜の部トリを取らせていただきますので、すごい、ね、すごいすごい、そちらの方何やるの、まあなんすかね、水屋の富とかなんかいろいろやると思いますので、はい、弱いねアドリブにまだ言えないですからやっぱりね、それはお楽しみですから、お楽しみなの、お楽しみです、あと、去年の、はい、落語協会新作台本で入賞した、はい、あの県民賞ってですね、社内で県民賞っていう台本がすごく面白いんで、それをかなりアレンジしてローグバージョンにしたやつを、見れるやります、お見れる、はい、すごい、それはぜひあの聞いていただきたいなと思ってますんでね、2月の上関2月1日から10日、9日だけ休演ですけれども、はい、なんで、なんかそれはあの高田の馬場の熱波クラブっていうのが前から入ってたんで、ババンバね、えじゃあババンバも行ってください皆さんね、そうですね、あの特に女性のお客さん、おあの信楽村でいつも慣れてるババンバに女性がこんなにいないそうなんですか、ババンバっていつもね信楽村で行くから、はい、女性が大半なんで、あ女性多いですねやっぱり、大半は女性で、ところどころおじさん、はい、ところがあの熱波クラブって、マルコさんに行くと、はい、女性はいないいないんです、硬派な感じで、あの時たまたま0人だっただけでゼロは珍しい、多くて1人でしょ、いやいやいや、あの2、3人いらっしゃることもあります、本当です、本当です、本当です、10人のうちに3人くらいでしょ、いやいや、あのもっともっと言います、最近はもっと入ってる、そうなんだ、はい、面白いから面白い、はい、全然心がこもってないですけども、まあどちらも、お越しいただきたいと思います、新日本の揚げポッドキャスト